皆さんおはようございます。斉良平です。今日は11月22日月曜日ですね。今年も残すところ40日切ったか。はい、切ったかはい、もう残りわずかですね。今日も質問に答えようとは思うんですが、ちょっとねこれは再三いつもありがとうございます。質問です。以前ライブ配信で2022年1月11日は超最高に良い日と教えていただいたので、その日に開運届を出そうと思っていますということで、ちょっとねまあクミングさんかな、今の運勢とかっていうのをだーっと書いていただいてて、まあ、霊合星人なんですね、小杉和子さんでいうね、なんですけどね、まあいろんな条件があって、これまああんまり個人的すぎるやつに答えてると多分みんな聞きたいと思うんですよね。それ言い始めるとちょっとコメント自体にキリがなくなってくるかなっていうのはあるんですが、まあ俗に言うちょっと質問にも入ってて、こう空房と言われてる時期、例えば、まあ、細木和子さんはこの時期のことを、大殺界、天中殺っていう人もいるし空房って呼んだりもするんですけども、まあ、運勢の言う停滞期ですね。この停滞期、悪い時期っていうふうに考えてほしくないんですが、まあ、停滞期っていうものが来る中で、まあ、そういう時期をどう過ごすかっていうことなんですけども、まあ霊合星人っていうのはですね、またちょっと特殊な星持ちの人たちで、まあアップダウンが結構激しかったりするんですよね。だから通常通りのマニュアルがあんまり通用しないっていうのが霊合星人の結構特性だったりするんですよ。これもね、直接本人にお会いして人相と手相までチェックして、まあ、生年月日だけを見ただけではなんとも、生年月日で今の運勢がここだからうまくいかないなんてことは絶対ないんですよ。なのでここでね、間違いなく信じてもらいたいのは、知識とか、まあ、占い師さんたちが出している運勢とかっていうものも参考にはするものの、一番信じるべきものはね、自分の直感です。もう今ここしかないで、なんかやろっかな、どうしよっかな、うんって悩んでる時っていう時はね、後で結局やっぱりあの時やめときゃよかったなっていう後悔が出てくるけど、もうあの時私は全く迷いがなかったっていう中で、うまくいこうがこけようが何しようが結局は、後悔っていうものも出てこないし、この先自分自身がまあお店の開業届を出していこうとかっていうタイミングで、参考にすべきものもある。でも一番優先すべきものは自分の直感だっていうものにしてれば、この先自分が何かの決断で悩んだ時に誰かの言葉で悩まなくて済むんですよね。いやもう私がもう今絶対ここだと思ったからやるって決めていくのが優秀な経営者になっていく上で一つの条件だと思うんですよ。なのでそこで自分の直感に一回問いかけてみて、自分との対応をしてみてください。その時にもう私はもう1月22日やったっけ、ちょっと待ってよ、1月11ですね、1月11日っていうものに対しても迷いがないと思ったら、それでいいと思うんです。僕も今までいろんなものを通して、まあ運勢っていうものをある程度統計上で読み解いていきながら、人に対していろんなアドバイスをするものの、やっぱりね、この運勢のグラフに全くそぐわず生きている人もたくさんいます。過去にそういう話もしたとは思うんですけども、その通りだっていう人もいらっしゃれば、いやここは注意するべきだっていうこともいろんな考え方があるんですけども、この統計のものを運勢っていうもので読み解いてきた中で、僕自身が今思うことは、僕たちは知らないから道に迷う、人生っていうものを道と例えていくんだったら、知らないから迷うっていうことよりかは、迷いが出る時っていうのはね、自分が知っているっていうことを信じすぎてる、疑わない、知っているって思っていることから迷いが生じるんですよ。もうこんなこと知ってるんだけどねって、なんで今になってこんなことでっていうのは、自分が知っていると強く信じてしまっていることによって迷うことが生じるんだと思います。なので運勢っていうもの自体は、生まれた生年月日では確かに、ある程度のものは決まってますけども、それだけでは絶対ありません。なので、まあ、これは先天的なもので、生年月日で出してるのはね、で後天的なものは、私が生まれて出てきて、40年50年という人生の中でどうやって生きてきたかっていうのは後天、そしてもう、3分の1っていうもの自体が誰と出会うかっていうもので、自分の運勢っていうものが、まあ、大まかに決まっていくっていうのがあったりするので、いろんな迷いはあるし、運勢でいろんな人たちがいろんなこと言われる時もあるかもしれませんが、最終的に信じるべきは自分の直感です。知ってる知識は疑ってみる、疑うと迷いが出る、迷いが出るんだけど、それでも信じるべきはやっぱり自分の直感だと思います。僕自身は今までいろんな経営者の中で会ってきて、やっぱりこの人たちが何よりも信じてるのは僕の言葉とか占い師さんとか、誰かの言葉じゃなくて、何よりも自分自身の直感だってことを忘れないようにしてやってみてくださいってことです。
今日はこれだけにしとこうかな。全部に答えていこうと思うとね、ちょっとなかなか難しい質問もあったりするんですが、まあ、できる限りのやつは答えていこうとは思います。で、何個か質問の中で空房、つまり運勢の停滞期ってどうやって過ごしたらいいんでしょうかって質問があったので、これはまた改めてねちょっと答えていこうと思います。なのでちょっと、楽しみにしておいてください。今日は以上です。今週から新しい週の始まりですね。ちょっと気合入れてやっていきましょうかね。ということで、あ、そっか、22日出たら次の日休みだ、23日が。まあ、一休憩ですね。なので一回ここで、まあ、新しい週の始まりなので気合入れていこうと思いますよ。ということで、おっしゃー、ということで今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。